竹下です。本日ご紹介するのはこちら、ヤマハ G150D です。このモデルはですね、1970年に作成されたものです。大変ですね、しっかりした音と、そして響きがね、とても柔らかいのが特徴です。実際に音の方を聞いてみてください。禁じられた遊びロマンスです。このギターにはですね、やはり古い作品ですので、弦は柔らかい、ダダリオプロアルテを張っています。ネックに関してはね、非常に今コンディションがいいです。この時期ね、室温そして湿度がね変わりやすいので、まめに、ネックの状態、そして、弦の状態ねチェックしてやあげると、長くギターと付き合いしていけると思います。それでは竹下剛いたしました。